さて、下の方からね、順次サイドミッションやら、ハテナマークやら、武器パーツやらを集めて、ずーっと北上してまいりました。で、ここにね、サイドミッションの傭兵が追加されたんで、それをやっていきたいんですけど、重要な情報もあるみたい。ヘリをね、2回ぐらいぶつけてしまって、墜落する寸前だけど、とりあえず近くに持ってって、多分これ尋問ミッションでしょ、また。ああ、大丈夫か？ヘリが、ああ、落ちていってしまった。ああ、警戒されてんだけど、ダメじゃん。まあいいや、とりあえず、まだ警戒はいいんだ。いつも銃撃つと警戒されちゃうから。あ、警戒員が来たぞ。ちょっと出しますね。1人2人まだ結構いるっぽいよ。あの人を尋問しなきゃいけないみたいなね。どの人からシンクショットやってもらおうか。撃てそうな人は多分この人だよね。この人はい、OK。 3名やったけどどうだろう。俺はとりあえずこっちの銃に切り替えといて。ああ、やっぱ建物ない。お、2人目いけた。ロストターゲット、分かった。じゃあ切り替えるか。ガッターゲット。待って、あの人外してあっちの人にしようか。どう？あ、あっちの人でもいいよ。その人外してこっちにして。どう？見えないか、微妙に。俺はあの人狙えるんだけどね。あ、いいね。じゃああそこの部屋の中にいる人。マジか。ちょうど外に出て。わかった、じゃあこの人やめて、こっちにして。 OK。 じゃあお腹に当てる。よし。え、外したのか。そういうとこともあるんだね。まあしょうがない。あー、俺も外した。あー、倒してくれた。 OK。 まだ気づかれてないぞ。あそこの部屋の中にいるみたいだから、とりあえず近づいていって、今度逆側の斜面からやっていこうか。でまだ多分ね、一人スポットしてない人がいるんだよね。ここでもう一回飛ばして。場所はどこだ。そこにもういないね。多分この部屋の中にいるはずなんだけど。あ、いた。 OK。 じゃあどうしようか。部屋の外側に出てもらうか。わかった。ちょっと待って。陽動グレネードってのも持ってるから、とりあえずシンクショットを1、2、3人にして、で私の方を陽動グレネードにして、陽動グレネードを外に投げる。多分これで外に出てくると思う。あらー、あ、ターゲット怖いだ。あと一人なんだけどな。 OK。 あれー、ダメだった。あ、ナイスやってくれた。 OK。 じゃああとはあいつを尋問するために近づかないといけないから、殺しちゃいけないのがなかなか難しい。2階の奥部屋にいるんでしょ。X ボタンですぐ確保しないとダメですね。これ階段はその正面にしかないのか。確保ね。後ろ向いててくれると助かるんだけど。なんかやってる？今チャンスだね多分ね。あ、寝てる。チャーンス！OK。脅迫。Nico, there's fire, there's brimstone, and then there's me. I've got half a mind to burn you down and salt the earth where your ashes fall. Por favor, mire. Yo no soy malo. Spare me. I will spare you, but not out of kindness or compassion. I'll spare you because I want you to tell your friends that their apocalypse is coming, and they'd better start to pray.
much as I like fucking with these assholes, part of me thinks we shouldn't let them walk away. Oh, man. Humiliation's worse than a bullet to a macho dude like that. The rebels are gonna love this.わかりました。なんかこの傭兵、あ、この軍隊、反乱軍も利用していきたいですね。せっかく解放していってるんだから。よし、じゃああとはここに重要インテル。まあこんな感じですかね。まあステルスは最低用もう最低レベルだと思うんですけど、まあ楽しいですよ、すごい。Looks like the cartel is operating cocaine aboard a converted fishing boat near camp. This is just the kind of target we're looking for. Taking out the lab would turn up the heat on El Emissario and force him into the open. なるほどね。はい。Check it out. Weapons case. Weapon case. これはパーツかな？はい。装備品。ハンドガンマガジン拡張30発だったよ。これ何何何？30発っつうんだから G18 とかそういう系だと思うんだけどね。そんな。普通のハンドガンで30発まぐってたらもう長くて持ち運べねえよ。あ、これもなんかあるんだ。あ、これね。はいはい。OK! じゃあ、だいぶ解放してきたんじゃないかな。うん。まだ上半分がね、全然見てない状態ですけど。下で、あと行ける場所は、ストーリーミッションをそろそろ進めてもいいかなとは思うんですが、これ回収していく？うん。ちょうど近いからこれやってこっか。これ何やればいいのかな。LL エミサリオの助手を尋問する。オコロの主なコカイン工場は、元屠殺場を利用している。工場に入るには LL サミオエミサリオか、まあ、読み連れの助手しか知らない。暗証番号ね。ああ、はいはい、暗証番号助手から入手するってことね。はいはいはい、はい、僕は工作を行え。じゃあストーリーミッションやってこっか。その前にこのこれだけ取っていく？キングスレイヤーだけ。OK。じゃあ、そうしましょう。さあ、道なき道を走って、あと 100m。ちょっとここら辺で降りなきゃダメだね、これ。降りましょう。よし。で、また敵がいるみたいだ。あ、いた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 。で、ちょっと見つからないようにして 100m。1人、2人、3人。あ、もういないね。OK、OK、OK。じゃあ、シンクショットで、私が狙いやすい敵を1人残して、そうね、どうしようか。あの人狙えそう？あ、狙えないね、多分。じゃあ、正面の人たちやってもらって、Roger, target acquired.Say the word. Lost my target. いいね、いいね。Ready to engage. Ready to engage. Weapons free. Weapons free. ああ、マジで。俺が外した。俺が外したよ。俺隊長の俺が外してどうすんだったらしいけど。逃げていきやがった。すまない、みんな。そこか。オッケーオッケー。よし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 。隊長の俺が俺が見事に外してるっていう。ああ、ちょっと待って、あれは、あれは味方の乗り物。あ、味方の乗り物か。 OKOK。 よし、じゃあどこにある、上か。 OK、 ハテナマークのところにも敵が3名しかいなかったんでカットします。でキングスレイヤーっていうね情報を得たんで、今度はストーリーミッションやってみましょうか。はい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 。Once you've got the code, get inside and wreck the place. なるほど。それだけ？簡単に言いますね、また。このお姉ちゃんは。ちょ、わかんない。なんか、尋問するっていうから飛行、あ、この、ヘリで近づいてて大丈夫かな？なんか動いてるみたいなんですよね。しかも夜だし、もしかしたら車の方がやりやすいかもしれない。さあ、今、基地の目の前まで来ちゃったんですけど、ちょっとやっぱね、車に乗ってるっぽいんですよね。ちょっと後回しかな。車で行かないと追いつけないですね、これ。ちょっとここを倒して、この辺のなんか軍事基地っぽいところを攻略していきましょう。とりあえずついでに。なんでヘリコプターがないのかっていうと、そこの鉄塔に当たって転び落ちたからですね。あと1名いるはずなんだが、どこだろう。 OK、 じゃあ1人、2人、3人目はどこ行った？そこに2人寝てるんだよね。2人寝てるから、ちょっとやっ
ってもらう。ああでも入れないな、ちょうどこっからって入れる。あ、入れない。やっぱセンター正面から行かないとダメかなこれ。あ、ダメっぽいね。じゃあとりあえず私正面に行って撃ってもらいましょう。私も同じターゲットを撃つから。そうすると問題なのかな。あ、そうか、一人外せばいいのか。こうやって私も一応狙っていく。あ、これ AK じゃん。よいしょ。はい、OKOKOK。じゃあもうこれ2人しかいないんでささってやっちゃいましょう。あの人たちは寝てんの？起きてんの？Solo el tiempo suficiente para cortar las bolas del tipo que rondaba alrededor de mi hermana. Stay quiet. Kaku. 目の前で確保。君も確保だ。君も確保。Que me lleve a la ver. はい。さて、また続きやっていきましょう。ということでですね、ずっとまたサブミッションやってました。サブミッション動画に一個一個していくと多分パート50以上になっちゃうんじゃないの。すごいボリュームですよこのゲーム。だって見てくださいよこれ。今ね、私がヒーコラヒーコラ1日1勢力1エリアを全部終わらせるのにもそれぐらいかかるのに、一体何個あるんやっていう一体何個あるんやっていうね、話ですよこれ。私5個ぐらいを想像してたんですけれども、ああもうちょっと中盤かなみたいなこと思ったら全然違うというね。でエリアによってはですね、ボスが存在しない、そのね、なんていうのかな、その地域を制圧しているボスが存在しないところあるんですね。例えばここに顔出して、うん、だからボスとかがいないからメインミッションには関係ないのかなと思って、うろ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 してね、スキルポイントとかを回収しておりました。ちゅうことでですね、今、スキルポイントが12あるんですよね。うん、ってことで、まあなんか上げていこうか。有効範囲とかも上げられる？すごい、もう5500も使うの？有効範囲上げておこうよ。これ全ての鍵だもん。バッテリーもうちょっと駆動できるようにする？どうだろう、もう有効範囲は上がらないから。あ、敵識別範囲が拡大するの、これは嬉しいね。これもやっとこうか。はい、ステルス。最近ね、結構敵が敏感になって、敵が強くなったのかな、結構目の前にいるとすぐ撃ち落とされちゃうんだよね。クールダウンもやっとこう。これすぐ使えるようになるやつですね。ノイズ、倒せるようになったりするのかな。スピードはいいんだよね別にね。バッテリーかな。あとはバッテリーやってみますね。はい、長持ちするように。でもこれでもうなくなった12ポイントもあったのに。ちゅうことでですね、メインミッションをそろそろやろうじゃないかと。ね。時間をかけまくったんで。あー、ここ行ったか。なんかね、ファストトラベルすると位置が微妙に変わるんだよね。これで、ね、助手をね、尋問するというのがありましたけど、ここを移るとまた別の場所行っちゃうと思うんだよね。ちょっとカットさせてください。さあ、ファストトラベルしてきましたが、まだそこにいるみたいだね。じゃあ、ささってやっていきましょう。尋問するんで、尋問系厄介ですね。たまにね、死んじゃうんですよね、流れ玉に当たったりして車に乗ってる場合は車が爆発してしまってね、お亡くなりでゲームオーバーになっちゃったりする場合もあるんで気をつけたいところですけど、これは降りてくるのか。えらい勢いであれが減っていくけど、あ、降りてくるっぽいねこれ。違う？やっぱ降りてくるっぽいね。ちょっと車列を通り過ぎて、あ、もうバレてるよ。ウェポンズフリーっていいの？まあ、あんまり真ん中の車に攻撃するとまた爆発しちゃうよ。とりあえずこの車をどっかにやって、ほら、オッケーどっかにやった。で、あんまり撃つなよ。攻撃停止にすればいいのかな。
よいしょ。で、護衛の車をとりあえずどっかにやる。ほら。ちょっと待って待って待って。危ない危ない危ない。死んじゃう死んじゃう死んじゃう。攻撃停止攻撃停止攻撃停止。え、死んだったのだ。だから撃つなって言ったのに。すいません、もう一回やらせてください。さあ戻ってきたぞ。でもどうしよう、どうやって攻撃するかだね。ちょっと通り過ぎてぐるっと回る。もう攻撃されてるでしょ。あ、やばいやばいやばい。撃つな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 。攻撃停止攻撃停止し、じゃあ攻撃停止だっつうのだから、攻撃停止命令を受けないんだけど、この人。あ、受けた受けた受けた。この車をまず、この車をまず、よし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 。本当によしなのかわからんか。やばい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 。ちょっとまだ復活してやがるこいつ。ほら、よし。あ、すぐ蘇ってくるね。ちょっとまずいか。あの車を止めるのはどうすればいいんだろう。タイヤを狙うとかいうコマンドもないし。あの車に体当たりしてみる。ほら、ひっくり返ったぞひっくり返ったぞひっくり返ったぞ。まだ死ぬなよ死ぬなよ死ぬなよ。やめろやめろやめろ。いててい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 て。まず相手の体の心配もしなきゃいけないからね。殺すなよ殺すなよ殺すなよ。ちょっとグレネードで投げちゃダメだろ。ちょ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 、おおおお、お前お前お前だよお前。Let's get back to work. Heads up. I've got eyes on the assistant. 手をかけさせやがっても。はい。確保。確保できねえんだけど。確保。なんで車の上にいるんだよお前は。落ちた落ちた落ちた。あ、死ぬ死ぬ死ぬ。あぶねえあぶねえ。めんどくせえ。はい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 。はい、尋問。電話かけさせやがって。Por favor, I have a family. The answers go to the cocaine factory. What is it? I've got two boys, two little ones. Mis chiquitos, Gustavo and Felipe. I've got pictures. You want to see them? No, I don't want to see the damn pictures. Just give me the access code and we're done. ¿Qué es eso?What's the matter? You don't like kids or something? Jesus, you want to go home to Gustavo and Felipe? Just give me the damn number. Tu bueno, mire, it's 654-375. That's it, I swear. 654-375. Got the code. I'm sending you a virus to upload the information software. It'll screw with the chemical processing in subtle ways that'll spoil the coke. And burn the machine when someone tries to remove it.なるほど。送らせるのが目標ね。最近の戦争もね、サイバー攻撃したりするみたいだからね。OK、ここに行けばいいのね。さあ、着いたみたいだ。スピードボートもたくさんある。うわ、めっちゃいっぱいいるんだけど、敵が。ちょっとまずいな、これ。大丈夫かな。めっちゃいるんだけど、ちょっとこれはまずい、これはまずいから一回出よう。一回出てこれ敵消してった方がいいのかな。やっぱり工場もここね一回行ったんだよね。俺一回ね、あれのアイテムを取りに来たんだよ。うわ、また復活してるし、敵めっさいるな。これ後ろにもいるし困ったね。とりあえずスポットだけさせてください。さあ第一弾偵察は終わりました。外側にもいるし、うちなんか建物の中の敵はちょっと把握はできてないんですけれども、ちょっとそういう関係ないところにいる敵から倒していこうか。武器変えて、あら、サプレッサー付きの武器がないね。こっちにしようか。じゃあその人からまず倒して、侵入してから考えようか。とりあえず外側から行ってみようかな。あそこにはいないから、さーっとさーっとまず内側行って、重要な、なんか高台にあるスナイパーとか先にね排除して行きたいですね。一応この中までは侵入はした。戻
まだオレンジ色のやつがね、モヤモヤが残ってる箇所がいくつかあるから怖いよね。高台取りたいな、とりあえず。あそこにもいるな。Yo, cartel gunman, over by the parking area. いた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 。さて、先にサプレッサー付きの武器をちょっと取ってこようか。LMG になってるもんね。ああ、やばい。大丈夫かな、あの人。さーっと入って。よしよし。なんでこんな邪魔。どこだ弾ボックスは。弾ボックス2回まさかの。あった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 。で、ちょっと装備変えさせてください。OK! やっと切り替えられた。それで、ちょっともう一回スポット出そうか。OK! スポット、周囲の敵のスポットは済みました。ということで、地上部隊を先にやるか、高台を先にやるかなんだけど、高台ちょっと味方に回してみようか。あれをまず一つ。お、I got target だって。OK。じゃあ、あの奥の敵もできるかな？できる？あれ、できない？シンクショット、レディーにならないのかな？お、3名いけるね。じゃあ、私も誰か行きたいところだけど、誰か適当な敵いる？この周囲にはいないから、多分進んでいって大丈夫だと思うんだよ。内側に入って誰か私も削りたい。この箱の、あ、マジでちょうどいいタイミングで、この箱の向こうにいる敵を1人やろうか。3番がロストビジュアル。はい、終わりました。じゃあ3番を解除して、その近くにいる敵は、ダメ？なんかすごい。あ、奥が。で、そこの奥に一人いるらしいぞ。どこにいる？緊張するこれ。これちょっとなんか違う場所にいるのかな。うわ、こっち向いてやがる。一気にやるか。背中からとか無理だよね。いける？あ、微妙に。微妙に。じゃあ行きます。はい、 OK。 OKOK、 全員やってくれた。よし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 。じゃあ私こっち側から、攻め回っていきますんで、あの上に一人、電源を落とした方がいいかな。スポットしてない敵はもう多分いないと思うんで大丈夫だと思うんで、あと上の方の敵も排除したから多分バレないと思うんだが。いた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 。Fuck me. This place is huge. The intel said they converted an old slaughterhouse into a cocaine factory. Yeah, but I figured that was typical cartel bullshit. This, something else. すごい次元だよ。確かに。The bigger they are, the hotter they burn. 完全な工場だもんね。電源をぶっ壊しに行く次。こっちはスポットしてたけど、モヤモヤないから多分大丈夫だと思うんだけど、これ来ておこうか。結構夜暗いからね。コカイン工場に侵入する。侵入できんの？あ、ここはダメなんだね。じゃあさあ、周りの敵スポットしたら一人だけ近くにいて、あとあそこにスナイパーがいるみたいですね。スナイパーはほっといても大丈夫かな。一応念のため、あの近くに、車の近くにいるやつは始末しておきたいんだけど、あ、ここは通れない。どっからか狙えるかな。分かりづらい。どこにいる？あ、来てる来てる。こっちに向かってきてるのかな。向かってきてるんだったらいいけど、見えてる？一気にやります、一気にやります。オッケー、はい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 。じゃあこれで視野に入ってくる敵はいなくなったと思うんで、とりあえずこの電源のところはどうやって壊すんだろう。あ、これか。じゃあこれ壊して、
よいしょ。一応止めます。はい。お、ブラックアウトしたぞ完全に。これ最後にやるっていうか、これ最初にやるべきだったのかもしれないね。OK。 警戒されている。それ電源が落ちたらね。じゃとりあえずこれにしとく。はいはいはい。もう数字覚えてないよ俺。あ、やってくれる、大丈夫ね。OKOK。 マジでコントロールームファースト。まだバレて、あ、でも敵のあれはないからね。じゃあもう大胆に行っちゃってもいないってことでしょ。そうだよね、だってね、オレンジのモヤモヤ出てないからいないってことだ。 OK。 じゃあとりあえず終わらしよう。ハッキング、コカインの生産ラインを止める。コカインを一掃する。あ、なるほど。じゃあもう一回どうやら向こうの方にあるみたいですね。あ、あった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 。これで入って。Taking out the control room must have shorted the locks. Stack up and sweep the building. Take out any cocaine stocks you find. Roger that. めっさいるんだけど、ちょっとどうした方がいいのかなこれ。バレないようには無理じゃねこれ。もう相手バレてると思うんだけど。でちょっととりあえずスポットだけいつも通りしよう。すぐバレちゃうかもしれないけどなこれ。1人2人3人3人しかいないのか。じゃあこれシンクショットできる。できるんだったら任せたいんだけど。1人2人。ダメかな。あ、ガスターゲットってどうする。突入して全員一気に消すことはできるんだけど、サプレッサーなしにしようか、危ないから。こっちで行きます、一気に行きますね。多分すぐ潰せるはず。音でバレちゃってると思うけど。警戒はされ、あ、もう消えたね。え、これ C4 とかでやればいいのかな。ちょっとわかんない、気づかれちゃうかもしれないけどやってみますね。一掃するの意味がわかんないんだけど。じゃあ離れてみんな。あー来ちゃったぞ、警戒されてるぞ多分。でもそれでも壊れてないっていうのが嫌だね。あ、ここにもあるのね。どうしようこれ、グレネードでいいのかな。フランクグレネードをここに投げます。 OK。 もっと音が立たない方法でできないもんかね。できないもんかね。よし、あまりに敵の距離が遠くて聞こえてないみたいですね。警戒はされてるみたいですけど、応援を呼ばれるまでのことではないみたい。じゃあ向こうが行ってきます。さあ近くに寄ったらちょっと警戒されちゃってるから、もうささっとやっちゃいましょう。もうどっから入るの今度は。これか。OKOKOK。 また敵がいるんじゃないの。大丈夫、真っ暗で何も見えないんだよ。 OKOKOK。 でどうする。また C4 にする。これ2ついけるかな。よいしょ。 I got the C4 primed. 1つ2つ2つしかねいけないんだよね。 OK。 じゃあいきますよ、チュドーン。 OK。 ですぐグレネードに変えて、よいしょ、フラグアウト、グレネードアウト。 OK。 やった、終わった。Yeah, that was a shitload of pull vote we just wrecked. Somebody's gonna be pissed. 怒られるぞ。ああ、なんとかバレないでいけたのか。やっと一つ目だもんね、このエリアで。はい、オッケーオッケー。じゃあ次どうすればいいの？次は？次北上？もうここの下全部やることやったんで、
そうだね。やっぱ一番怖いのはね、ユニダットなんですよ。この勢力の状況で見ると、このサンタブランカの民兵はたまに固い人がいますが、ユニダットの兵士はね、みんななんか防弾ベストみたいなのを着てるのかわかんないですけど、すごいタフなんですよね。でやっぱり使ってる武器が強いので、ダメージがすごい食らうんですよ。でヘリコプターがミサイル撃ってきたりとか、だから殺される可能性があるのはね、多分ユニダット、まあ、サンタブランカも囲まれちゃうと危ないけどね。ちゅうことで反乱軍の勢力をどんどん伸ばしつつやっていきたいと思いますけれども、次は多分ね、会場の拠点だと思うんだよね、ここ。ちょっと聞いてみる？はいはいはい、はい、コカインラボ、漁船を改造してるんですね。はいはい、わかりました。漁船で、改造漁船でコカインが作られていると。戦場ラボを見つけて破壊しろ。わかりました。じゃあちょっと今ね、多分ファストトラベルできんのかな、これ。あ、できたできたできた。じゃあちょっとカットさせてください。